はい、というわけで SD ディフォルメオメガゲイザーのレビューいかがだったでしょうか。こちらはデザイナーの M ガンジーさんが描いたオリジナルロボットデザインのオメガゲイザーの SD バージョンになりますね。ワンダーフェスティバル2023冬の新作となっております。このキットの特徴としては何といってもカラーレジンで、塗らなくても組み立てたらこのね設定画通りの色で再現できるという点ですよね。いや、すごいですよね。カラーレジンだけじゃなくてこのクリアレジンも使われていて高級感ありますね。で、各部はポールジョイントになっていて自由な表情付けができるようになってますね。で、こちらただの SD ロボではなくてちゃんと変形合体すると驚きのプレイバリューですよね。頭部の次元戦闘機アルファソニックと次元戦闘機アルファソニックとこの腕部を担当しているのが、駆逐陸上戦車ガンマバレットとなってますね。で、この胸部を構成しているのが高高度爆撃機ベータクラウドですね。大型武器の、輸送飛行マシンとなってます。で、最後この下半身の深海次元潜水艦デルタマリン、こちらは潜水艦になってますね。その5体が見事合体してロボットになりましたね。こちらはレジンキットですので組み立てる際は、まあ、サポートの跡が残っていますので、サポートの跡を除去したりだとか、あとはパーツを瞬間接着剤で貼り付けたり、関節の渋みをね、調整したりとかする必要がありますね。で、今回はフルカラーレジンというところで、まあ、一部表面処理すると白くなっちゃうとこあるんですけれども、そちらは、シリコンスプレーを吹くことで綺麗になります。やり方の動画はこちらになります。こちら削り込むとこのように表面が白くなるパターンがあるんですけれども、ここにシリコンスプレーを吹くとすごい綺麗になります。ちょっとやってみましょう。最初はこんな感じだったんですけども、ちょっとね吹くことによって、いかがでしょうか。このように綺麗になりますね。白いところが目立たなくなったかなと思いますね。このクリアパーツもかなり綺麗になりましたね。シリコンスプレーを吹いてる方とシリコンスプレーを吹いてない方で比べてみましょう。いかがでしょうか。こっちがシリコンスプレーを吹いてない方で、こっちがシリコンスプレーを吹いた方ですね。はい、このようにシリコンスプレーを拭くだけで表面が綺麗になりますね。クリアの透明度も上がった感じがしますね。こちらの足もやっていきましょう。バッとねかけちゃいます。はい、こんな感じになります。いかがでしょうか。かなりね、シリコンスプレーを吹いた方は綺麗になったかなと思います。吹いてない方はこういったように白いところが目立ちますよね。こんな感じで全体やっていきたいと思います。はい、というわけでね、こちらがすべてシリコンスプレーを吹いた状態になりますね。いかがでしょうか。まあ、白かった部分が全部なくなりましたよね。で、クリアパーツも透明度が上がっていると思いますね。こういったカラーレジンキットを組まれる方いましたら、シリコンスプレーを吹いてみるといいかもしれませんね。いやにしてもかっこいいですね、オメガゲイザー。ちゃんと足裏に3ミリ穴がありますので、3ミリ軸のスタンドを使うことができますね。はい、こんな感じでディスプレイすることも可能ですね。私が作ったラスバルト君は、磁石で地面につけるっていうのをコンセプトにしたために3ミリ軸がないので、まあ、3ミリ軸あった方が良かったかなと思いましたね。SD ディフォルメオメガゲイザーで気になったところはですね、なんといってもこの足の裏の謎ジョイントですね。
その謎ジョイントがついてるってことは、このなんか拡張を匂わせていて、すごいワクワクしますよね。こちらの背中のジョイントも何かしらくっつきそうですよね。こういった拡張の余白があるっていうのはワクワクしていいですね。今回の動画は以上になります。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録や高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ラスバでした。